もしもし。もしもし、おはようございます。なんとなんですか、はい、対決は番長3の設定5と設定6で対決と、はい、ほうほうほう。下馬評的には、まあ、6の圧倒的に6ですか。そうですね、12時間回すとなったらやっぱり6有利かなと、まあ、ここはもう平等に、はい、じゃんけんで。わかりました。最初はグー、じゃんけんチョキ、勝ちました。まあ絶頂やりたいなっていうところもあるんで、はい、ちょっとあえて僕は5に行きます。これ、まあ、野郎さんにバチバチ出されて負ける未来見えましたわ今。あの波乱を選びます。精一杯頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、12時間ギャラ総取りバトル実戦スタートです。スタートです。さあ、それでは番長3ということで、まあ、設定6ってこう朝一から分かって打つことっていうのは初めてなんで、すごいワクワクはしてます。あのスタッフに聞いたらですね、確認のために2回設定6にしたらしいんですよ。でこれ番長3って、1回の設定変更、まあ、通常1回しか多分しないと思うんですけど、あの 50% で対決カウンター持ち越し、 50% でリセットってことなんですけど、まあ、それ2回やってくれてたら4分の3で変わってるはずなんで、結構この一発目対決連ちゃんも、ほら対決連ちゃんでした。一発目、さあ本日初の対決トリオバドミントン、さあ来い。まあ、そううまくはいかずと、レイアウトで見たところ、設定6、まあ、皆さんご存知 119%、まあ、119.3% で設定5の場合は 116% なんですよね。でまあここの 3% ってやっぱまあ大差ないように思えますけど、5ってかなり荒いんで、絶頂に振られているそのペイアウト あの割合とかも大きいと思うんです。だからまあ一撃4、5000枚出せって言われたら、多分この方が圧倒的に有利になってくるのかなとは思うんですけど、まあそれでもやっぱこう6出ないことないですし、あのコンスタントに500枚から1000枚ぐらいをパパパパンとこう刻んでいけば、12時間も実践すれば多分5000枚ぐらいは普通に考えたらいくんじゃないかなと思うんで、まあ僕の目標差枚数はプラス5000枚ですね。今日6たるところを見れたらなと。あ、これ対決レンチャン出んじゃね、7回目で。はい、どう頼む。よっしゃ、はい、さあ対決、中対決です。チャッピーラグビー、おお、チャンスアップ、いい形、これよ、これがいいんですよ。弁当箱でお願いします。よっしゃ、大丈夫やろ。うるれ、いいですね、早かった。133ゲームということで、本日一発目のいただきジャーニー、ギャラ争奪バトルで取られた挙句、ノーギャラで家に帰るってことになったら、これはもはやただただスタジオにパチスロを打ちに行っただけになってしまうと。まあ、確かにここは3密を、おっと、豪遊閣、一発目豪遊閣よ、すごい、くそ、一発目これ来てよ。まあ気にすんな気にすんな、一日にそんな何回も何回もチャンスは来んから、あと2ゲームでベル1回引くだけ、めっちゃ大事、次のレバーめっちゃ大事。最悪、うーわ最悪、うわー1回だけか、くっそー、持ち越したカウンターこれで対決にはいきますよと。いやもったいねえなー、続け、くっそ、
あの5でねやっぱりこう一撃出されることが一番 5vs6 やったら怖いことやと思うんです。ただその5の一撃を無にする必殺技が6にはありまして、6で一撃出すと、6で絶頂引いたら一番強いんで、そうなったらもう5じゃかなわないというような結果になると思いますんで、終わってほしくないぞー。あーちょっと厳しいか。せっかくやったら確定出したいですね。ダメでしたと。さあ引き戻しに行きたい。あとあれも出したいな、 MB の復活とかも。6って分かってるならね。ではではやっていきましょう。まあ最初あれっすね、最初の対決勝ったらでかいんじゃないかなっていう。ああすごいうるさい。さあ一発目の対決になりそうです。ベル3、無理か。なんかこのギアとギアの間にグリスとか塗ったら静かになったりせんのかね。これはミニ四駆的な考えで言うと、いいよ、あるよ、これはあるよ。早めなんじゃないですか。はい、早いっすね。165ゲームでした。さあさあ伸ばしていきましょう。ボーナス引きましょう。間に合え、間に合った。続いてけろ。よしよし、うわシサは出ないですね。よしよしよし、そうよね、よしよし、つないでいこう。対決いきますよ。対決連か、めんこもろた。よしよし、ナイス青、楽しい。番長3もなかなかもうホールで打たなくなってたんでね、楽しいですね。やはりさあさあボーナス、ボーナス、まあ、3日目まで行くんでなんとかここ与えてくれ、頼む。ダメか、よーし、素晴らしい。4日目、ここまでか。
いやー、なんか霊薬でどうにかなれ。じゃあならず、4連でしたね。ボーナス引けず。番長3、強制逆転抽選当選率、まあ、5だと 4.3%、 20回に1回ぐらいか。チャンスシェイで8192か、まあ、12時間回して1回2回っすね。意外とね、今この収録をしている段階では僕がアイムジャグラーを実践した動画しかアップされてないんですよ、まだこのスタジオで収録した系って。でまあそれを見てると、まあコメント欄を見たんですけど、いやもうちょっとこう6の挙動教えてくれよっていうコメントがありまして、ブドウの確率であったりだとかボーナスの合算であったりだとか、まあね、そのやっぱ6確定を打てることってやっぱなかなかてかないか、 100% ないか今現状。まあこういうスタジオとかゲームセンターとかそういうところじゃないと 100% ないと思うんで、なんでまあ今回はその当たったゲーム数であったりだとか、まあそういったこう、あ、これがやっぱさすが6だねっていうようなポイントとかはちゃんとお伝えできればなと。お、釣り具屋珍しい。ゲーム数的に今55ゲームなんで、で対決カウンターが割れるわけでは割れたわけではないので、これは引き戻しです。ここがやっぱこう、まあ、5と6というか奇数偶数でかなり設定差があって、なおかつ6がべらぼうに優遇されてるポイントの一つですね。で設定6だと 40% 弱ぐらいで、設定5だと 16.4% とかなんかそんな感じしかないんですよ。なんでまあ早い当たりがまた早い当たりを生むというのが、まあ、設定6のゲーム性になってますんで、しかもですよ、設定6の場合、まあ、40% でこの引き戻しの特訓いって、なおかつ確定対決が 30% で選ばれますんで、これで勝手に当たる可能性がある。頼む、当たれまあそうはいかないよと。さあ32でどう？なくはない。うわー、抜けた抜けたが32。まあこれまあその ART から持ち越したやつなんで仕方ないかなとは思うんですが、設定6だとモード A のループ率が 6% とかしかないんですよ。でこれがかなり優秀で、1の場合は 50% でモード A をずっとループし続けるんで、また32超えた、また32超えたみたいなことが起こるんですけど、まあ今は多分モード A だと思うんで、ただ次またモード A に行くかどうかっていうのが、かなり大きな設定差があるポイントですんで、例えば設定6なら 40% で次対決連に飛ぶんで、まあ、めちゃめちゃ強いですよね、そうなったら。で対決連チャンからモード A に行くのは 12.5% しかないと。でまたそこも、まあ、モード A 以外に飛んで、まあ、B とかチャンスとかに飛んで、でまた対決連に飛ばすと。だからこのなかなか32超えないっていうシステム、そこのこう謎っていうのはそのモード A に行かないという部分にあるんで、ただこればっかりは ART から持ってきたこの大荷物ばっかりは仕方がないと。これか、はい来た、頼むぞ。今お祈りの時間です。クレジット貯めてるお祈りの時間。さあ大相撲、MB 引け、あかんわ。お、得意った。さあ対決ちょっと厳しいか、ただ中対決に上がった。うわー、チャンスアップよ、頼む。うわー、もう対決連とは言わん、 40% 引いてろとは言わん、チャンスモードないしは
モード B であってくれ。32超えのもうご勘弁。まあこれを見て、例えばまあこれは朝一からもう設定ロックだと分かっている状況なんで、なかなかそういったあれが見れないじゃないですか。で、僕もなかなか言葉足らずな部分がありますけれども、まあそれでもこうできる限りこう起こったことであったりだとか、そのまあこれが6の挙動、これは6ではなかなか起こりにくいけど珍しいな、6って分かったからよかったみたいな体験とかは全部言葉にしていこうと思ってますんで、まあ高設定のあのまあ、見つけ方とまでは言わないですけど、あ、こういう挙動することもあるんだと。例えばこれがねモード A じゃなかったら、またそれも6の挙動っちゃ6の挙動ですし、いい挙動が見つけられたら、なんかまたこうホールで打つときに活かせるかなと思うんで、まあそういったところを参考にしてもらえたらなと。あっさりモード B にいたのならば、モード B もしくは対決連にしか行きませんと。で、前回対決連以外では設定ロックは常にこう 40% 以上で期待が持てますんで、例えば先モード B だったとしたら、まあ、4分の3ぐらい 75% ぐらい対決連行くんで、設定ロックはここでの対決連率がめっちゃ高いです。多分ね、さっき17のところでうっすら前兆来たんですよね。モード B っていうよりかはチャンスモードやったっちゃうかなと思うんで、てるてる対決カウンターから17チャンスモードかな。まあでも気になるのはやっぱりその対決連チャン移行率が 40% なんで、そこさっさと、うわー1ゲーム早いわ。対決連がね、なかなか確認できないとやっぱり6だわとは言いづらいと。対決も負けまくってっからな。多分まあ6狙って打ってたらまだやめてはないと思うんです。引き戻し一発あったし、まああと1回ぐらいはやるに見たいかなとか思ってると思うんですけど、やっぱ対決連いかんのかここまでとはなってますね。現行機種最強 119% なんて言ってましたけど、ちょっとこう挙動としては物足りない感じですね。やっぱりハマりますね。奇数5の悪いとこ出てるわ。だけどこの苦しい時間があるからこそ出てる時は楽しい。ポジティブにいきましょう。先はまだ長い、始まったばっかり。特訓早いな。まだラベルいったろう。これはよしよし、あるやつあるやつ。あー遠かった。ゲーム数でいうと872ゲーム、チャメっすね。ベルが全部133。よしよし伸ばしていこう。今機械割りが 78% です。よしよし間に合った。頼む、めんこあるぞあるぞ。これはよし頼む、セーフ。よしよし、滑り込んだ。よしよし、おーしよしよしよし、じゃあここもじゃあうわー伸びねー、しさも出ねー。
4日で339枚、くそー、まあ、けどマイナス500枚ぐらいです。まだ今のところまだまだいける。まあ次ハマらなければ、ボーナスチャンスがねえもんな。まずこれは苦戦しそうな子やね。いやー頑張れここ、よしよし、よし、早い。82ゲームでございます。引き戻しなんかボーナス、よしよし、早かった。今のところ単発はないんで、まあ、ボーナス絡めていかないかん。やっぱこのいいとこ出していこうぜ。よしよし、まだら、ここは勝たないかん。砂渡りや、弁公屋だ。よしよし、ある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 、よし乗ってきた。黄色、よし、これこれ、まだ、ああ一個一個、よしこれで次まである。うわここ、ここなんやこの4連の壁は。594枚、まあけどマイナス200枚までいきましたんで、まだ戦えてるかな、かろうじて。さあ特訓頑張れ。今が360ゲームよ、わし、よしよし、379ゲームよし、まあ、しかももう34なんで生かしていきたい。4回目かな、初当たり。モード B やったんかな。
お、強攻撃。あ、何も引けず。あら、あらららあらら、急に当たった。756あるよ。うおー、あるよ。あー、いただきか。あ、そっか、割れてたわ。756。さあ現在ペイアウト 75% ということで、本来 119% から大きく負けておりますんで取り返すぞ。単発か、71枚。7回目強いベルでしたね。うわー、来た。バトラ調理は嫌。あー、引け。まあでもいいです、いいです、これすごくいいです。その ART から持ってきたやつ、やっぱ 25% で A なんで。お、外れ目チャンス。なんか長いぞこれ、もしかして引き戻しか、さっきのやつか。強い演出は出ず対決。おら、おーおーおおお、早っ。だから ART 終了後一発目の対決で、そこから特訓からもぎ取ったということで、いただきジャーニー対決。いいね、マダラ。うわ、マダラ大相撲は刀が、これは綺麗にもらったやろ。白カットイン、あ、赤ナビ、これは大丈夫。よーし、赤きた。終わらせへんぞ。よーし、これこれこれが番長3ですよ皆さん。あらーあらー、2個かー、まあ、裏に潜ってる可能性もある、信じよう。山盛り潜ってると信じよう。でなおかつ、いい、それ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 、待ってた待ってた。今度は僕の番。ナビが、ナビが怪しいぞ。絶頂ナビですよ。ナビがナビでしたからね。あるぞと。聞いててください。あー、そっちかー。まあ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 、 6% しかないですから言ってもね。いやー、でも引けると思ったけどな、引いたかと思いましたけど、5よりも早く引けたらもう上出来ですもんね。無双ですから、初当たり早くて絶頂引けてってはもう無双ですから、癒されよう。赤が消え、笹が消え、さあ青なら獲得です。さあ6パー引くぞ。赤、あ、押し順ナビで MB。 ああ、上がれ、よし、いいね。いいねっていうか、まあそうか、青ならか、いろいろ見よっかな。うわ、下っ端に消えてる。ということで次回も天国です。次回もボーナスが待ってますよと。
あ、それとも一発。レインボーまで行ったんじゃない？よーし。反転せず。じゃあぶっ倒そう。まあ、無洗米持ってきたら大丈夫でしょう。これは大丈夫なやつ。ああと思ったら普通に弁当箱、まあ、勝つよね勝つよね。うわめっちゃ長いロングきた、ロングきた。下パネ消えて、うわこれまだまだやりたかった。終わっちゃう。80パー角でしたっけ。うわむっちゃ嫌今の。うわロング来たのに。これだからまだ内部的にとかかな、もしかしたらみたいなパターンよね。続いてりゃまあでももうこっから先はもう無限大ですよ。本当に一生終わる気しないやつですね。なんか4日目に行きましたね。チャンスにいるのか。偶数のいい挙動なんでしたっけ、チャンスモードは。なんだかんだやっぱいい挙動たくさん出てきたな。さきちゃんめんこは嫌。くそ、おら、あれリプレイぞ。赤、あ車来た。これ買ったな、なら揃えたろ。あはペルやった。勝ちましたね。なんかすんなりと4日目。下からね結構野郎さんのね大きめの声が聞こえるんでね、これすげえダメかすげえいいかどっちかなんすよね。気になるな、気になるな。まあ僕もすげえいいんで、そんなめっちゃ差が開くとかはないと思うんすけど、なんならあおあーいただきジャーニーストック。さあ対決、バドミントンはある。よし MB 頼む。白か、おし、ほら、いけ、勝った、おし、かかかか、ドアの音がすげえな。メンコは嫌よ。あ、MB ある。うわー、近く最高。よっこいしょ。マッチョボーナス。多分さすがにね、野郎さんにも負けてないと思うんすよね。ほら、おだな。もしもし。もしもし、お疲れ様です。はい、どうも。どうですか。いやいいところが出せてないね。私設定録打たせてもらいまして、はい、はいはい、ペイアウトなんと 121% でございます。すごい。6の良さというよりもなんかうまいこと展開が噛み合う、うん、なるほどなるほど。たまにあるじゃないですか番長3って。いやまあ僕が今
機械割れが 89% でマイナス600枚ぐらい。あーちょっときついけど今、まあ、今、まあはい、やっと当たったところなんで。あ本当すか。では引き続きはいよろしくお願いします。お体には気をつけてください。それではそれではまた3時間後。はい、はい、まあ、まだわかんないっすよ。まだわかんない。設定6街道ぶっちぎりというような感じでまっすぐ進めると思うんで、まあ、この6のポテンシャルを十分に引き出せたらきっちり勝てるんじゃないかなと思ってますんで、この後も精一杯頑張ります。まあ、対決1回は行こうわな。50ベルカウンター50からスタート。これよ。そうやっと来たぜ。頼むぜ。のりちゃん、バドミントンはやだ。よし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 。赤くなれ。ないか。まあまあまあけど、やっと当たりました。よし、ミサちゃんにしよう。つながっていこう。そう、よーしよーし、これっすよ。出てくるよ出てくるよ。ケイちゃんケイちゃん来たこれっすね。一発目よしよし、まあ、2個は保証。さあこっからよしよし、ベル引いてこう。ダメ？よしよしよし。この復活演出好き。ベッドイン。いい夢見ろよ。よしよし。あ、楽しい。このいいところ出てる。よしよし。ここがんばれ。カツカレー。よしよしよし。
よし、いい調子、いい調子。めっちゃベル、めっちゃベル、全部ベル、全部ベル。いけるでしょう。よし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 。よーし、何個だ、10個。10個。やばい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 。いやー、ここまで10個けど、よしよし、こっからこっからいけるわ。おーし、青になった。にしよう。さあベルが15個。素晴らしい、レインボー。さあこっからつなげていきましょう。そう、それそれ、終わらない1日目やろう。絶頂、頼む、バナナ。あるある、よし、赤くはない。よしよし、けどいいんです、いいループです。これはカオル先生、カオル先生、超あっちっちよ。はい、うわー、へへし。イエス、このったよ。いやー、素晴らしい。よしよし、終わらない。あおバッカモン。やっとプラスになりました。こっからこっから、1000枚、1500枚ぐらい多分差がついてるはずだから、5000枚ぐらい目指したいね、一撃で。よし、やっぱなんか全長強けりゃ、あ、もう大丈夫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 、天国まである。ここで MB 引いてるのはちょっとね、あ、プルッたということで、分かりやすいですね、あのホールじゃないから、このプルッってなったら閉まってくれるんで。さあまたラグビーです。大丈夫か、あああっけなく勝利。
赤だな。さあ上乗せはできずと。対決 MV 来い頼む。わあリプレイか。レア役来い。あでも強攻撃よーし、ベル頼む。よし、いいっすね、いいっすね。あ絶対負けたと思った。シルオーシャ方よかった。まだいてほしいな。頼むぞ。いやーついに終わっちゃいましたね。21セット、3470枚。さああとはコンスタントに当たりを引いてコンスタントに伸ばしていくと。マサイチ113ゲームで当たり、その後756、58ときて、まだ4回目の初当たりを引くことができず550ゲームハマり。なんでこんなことになるんやと。我慢して打っていくしかないですけど、まあきついっすね。あんだけあった出玉もゴリゴリ減っていくし、カオル先生割れず。ここで MB 引くんはダメやな。うわーまだラオスも。うわ頼む。よし長かった756、遠かったな。また S 全く一緒。756今日2回目。あるよ、ドアある。あーいただきか。一時は 130% を超えていた出玉率、今は117まで落ちちゃった。うわ大相撲ナビなし。もろた。白は怖いな。あーでも攻撃してる。よーし青か。異様にも勝ったし、もしかしたらいるかも。316枚。また引き戻しなしか。これでまあミレタンは3回だけで、引き戻しの前兆があったん1回だけっすね。まあ 40% なんでそんなもんちゃそんなもんなんですけど。よしよし、ケイちゃん、まあ、まず勝つこと。よしでもいいよ、赤くなる。さあないか。ボーナス久しぶりの。そろそろ2発目来てもいいんだけどな、回数的には。ボーナスはこれで5回目かな。繰り返すのです。うわ、舌
タパネショートからの紫ナビ、これはいやあってもいいでしょう。俺の歴史にあと1ページ頼む。あ、赤いかどうかわからん。カカ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 カ、あ、赤くない、カモン。うわー、ボーナスか、ある流れだっただろう。やだ、頼む、あってもいいやつ。頼む、よしよし、もろた、よし。あー、絶頂が遠いな。まあまあけど、やっとそろそろストックがやばいんで。ストックあんのか、でも把握できなくなっちゃうね、番長。まあけどこれでまあプラスが2300枚だから、2500枚プラス2500枚ぐらいは狙える位置にいます。お疲れです。折り返しですよ。折り返し来ましたね。じゃあいいですか、早速。はい、よろしくお願いします。機械割りからいきましょうかね、はい、さっきの時が80何パーとか言ってたと思うんだけど、はいはい、そっからグッときまして今121パー、はい、うわすごい、プラス2370万円でございます。あら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 、いい旅になってますね。いい旅になってます。私、はい、まあグッと3000枚弱ぐらいまで伸びたんですけど、はい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 、今日2回目の700オーバーを食らいまして6か、それ本当に初当たり4回中2回が700オーバーという2000枚ジャストです。現在プラス2000枚、あ、はい、じゃあ まだ全然分からんし、いい戦いですね。俺がこれ、はい、うん、終わった後のこと考えたらハマるのは多分こっちだろうから、はいはいはい、やっぱこの一撃の中でもう一回もう一波やね。ちょっと気合い入れ直して、はい、頑張りますんで、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。